レッツライドアニナイン。はい、ということで2017春アニメ最終評価その6、ラストになりますね。では早速いきたいと思います。新7つの大罪、こちらの方からいきたいと思います。キャラクター 2.5、 アニメーション3、ストーリー 1.5、 総合2点を付けさせていただきました。これね、実はリアル事情があるんですよね。制作会社のうちの一つであるアートランドが、実は、倒産してしまった、アニメの最終回を待たずにということで、まあアートランドというとね、実は虫師とかも作っている制作会社だったんですが、残念ながら倒産してしまったというところで、まあそういうのがなくてもストーリーはかなり意味不明でした。よくわからなかったかなっていう部分と、まあ紳士枠なんで、そのね、胸とかお尻とかねが出てれば、満足するのかなと思いきや、そういった部分も、弱かったかなっていうところと、キャラクターに関してもまああまり印象に残んなかったかな。で結局打点したルシファーは何がしたかったのみたいな、まあそれは10話でね、いきなりその展開に反抗するみたいなねことをバーンって言い出しましたけど、それまでの展開何だったのみたいなね、感じで終わってしまったんで、まあそれでもね、お色気紳士枠なんで、好きな方は、好きなんじゃないかなというところで、今時珍しい、最近なかったんでね、珍しいアニメだったと思います。はい、ではその次行きたいと思います。ゼロから始める魔法の書、こちらの方行きたいと思います。キャラクター3、アニメーション3、ストーリー 2.5、 総合 2.5 点を付けさせていただきました。ライトノベル原作なんですけど、今時珍しく1巻をワンクール使って、制作したという形になります。まあね、他のライトノベルアニメだと端折りすぎ、まあろくでなし魔術と魔術講師とかもね、かなり端折りすぎなイメージがありましたが、かといってその一巻を丸々ワンクールでやると、それはそれで間延びしすぎな部分が、見えてきてしまいます。やはりね、一巻っていうのはライトノベルのね、シリーズものの一巻っていうのはあくまで導入部分であって、ここからね、どん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 世界が広がって面白くなってくるきっかけのところですよ。なのでその大きな盛り上がりを見せるのはだいたいセオリーとして3巻とか4巻とかね、その辺になるんで、まあワンクールもので言ったら3巻4巻ぐらいのその大きな山場を、見せるのが、セオリーなアニメが多い中でね、まあ試みとしては、面白い、展開的にはこれから面白くなってくるのかなというところで終わってしまいました。はい、ではその次行きたいと思います。グランブルーファンタジー G、 アニメーションこちらの方行きたいと思います。キャラクター3、アニメーション 2.5、 ストーリー3、総合3点をつけさせていただきました。まあCM とかでね、皆さん見てるかもしれませんが、まあソシャゲ原作のアニメ化になります。実際ねゲームの特典が、ものすごいことになってたんで、1巻の販売の枚数もものすごい売り上げの枚数になってます、現状ね。まあお話としてもそのゲーム部分の、まあ序盤を、まだ序盤かな、序盤をアニメ化したというところで、まあそういった部分を除いてもかなりオーソドックスなファンタジーアニメだったかなという印象が強いです。キャラクターに関してもね、ゲームをやってれば分かるようなゲストキャラクターがいっぱい出てきてるなっていうのは分かりますけど、まあそういったところ差し引いてもね、まあまあ王道、本当に王道なお話だったと思います。やれなんかリバイアさん倒してみたりとかね、バハムート召喚してみたりとかね、そういった、まあ、日本人が知っている JRPG の古典的な展開を、しっかりアニメ化したような印象が強いです。作画に関してはね、多少力尽きてしまったかなっていう部分はあるんですが、まあそういったところも含めね、なかなか、ワンクール走り、ワンクール走り切ったのではないかなっていう印象のアニメーションです。はい、ではその次行きたいと思います。有頂天家族2、こちらの方行きたいと思います。オール 3.5 点をつけさせていただきました。一言面白かったです。有頂天家族2ってついてるからには1のね、続編でしたが、新たなねキャラクターも登場して、展開的にも、面白くてね、
なかなか良かったとは思うんですが、実はね、原作当然あるんですけど、原作の続編はまだ出てません。ただ次で終わるらしいんですけど、構想はできてるようです。ね、当然2までやったんだから最後までアニメ化してほしいですが、今のところは、難しいかなっていう部分もありつつね、まあ続編気長に待とうかなっていう部分があります。まあただ京都っていう舞台とね、タヌキやら天狗やらね、あと他人間やらが面白おかしく遊ぶような、なかなか奇妙な空間はね癖になるんで、まだ見てない方はぜひとも宇宙天家族の1からね、1ってタイトルついてないんですけどね、宇宙天家族から、視聴していただくことをお勧めします。はい、では最後の作品になります。歌舞伎部、こちらの方行きたいと思います。キャラクター3、アニメーション 2.5、ストーリー3、総合3点をつけさせていただきました。歌舞伎部ってついてる割には、この部分では歌舞伎同好会で終わってしまったっていう謎のアニメですけど、まあなんだろう、まあ、まあまあ展開的には良かったですよ。オーソドックスな部活もの、まあそのね、部活ものといってもその新しいジャンルを始める部活ものでよくあるアニメのテンプレを、テンプレって言い方もおかしいですけどね、まあ王道をなぞった、形になると思います。お話的には、全然良かったと思うんですけどね、まあ肝心のアニメーション、歌舞伎の部分のアニメーションとかが、まあちょっと微妙だったりとか、その歌舞伎っていうね、まあ今は若い人があまり興味のないジャンルに対しての入門としてはいいんではないかなと思います。まああとはクランプがねキャラクターデザインだったんですが、まあそのクランプらしさっていうのは全然感じられなかったアニメーションだったかなっていう部分もありますが、全体的に見れば、個人的にはかなり良かったアニメの一つであります。はい、ということで、2016春アニメ最終評価、以上になるんですけど、まあ、全体的に平均点が多かった、クールになるのかなという印象です。はい、ということで2017春アニメ最終評価をお送りしました。長いことお付き合いありがとうございます。レッツライドアニライン。